ボールカウントとは、野球、ソフトボールの試合における投手と打者との勝負に対する判定の記録である。単に、カウントと呼ばれることも多い。本校では、1イニングにおけるアウトの数を示すアウトカウントと合わせて記載する。打者はストライクを3回宣告されると三振、ボールを4回宣告されると至球となる。ボールカウントは、投手と打者の勝負の経過を表すものであり。 投手有利か、打者有利かを示すバロメーターとなっている。一般的に、当該打席で一球名がストライクでありそのまま、先行していれば、投手有利、ボールで始まり先行していれば、打者有利と言われる。ボールカウントが、3ボール2ストライクの時は、フルカウントとも表現される。フルカウント後の投球は、俗に、勝負球と呼ばれる。野球の試合において、 ボールカウントの把握はアウトカウントと共に重要であり、野球場のスコアボードやテレビインターネットによる野球中継の字幕等ではしばしば下の図のように表示されている。ボールカウントアウトカウントは基本的に円形で色をつける場合は、ボールは緑、または青、ストライク湧き、アウトは赤で示すことが慣例となっているが、そのようにしなければならないという規定や根拠となるものは、 なく、すべて同じ色で表示したり、図ではなく、数字のみでカウントを表現したりする場合もある。サボー方式で表示されていた頃の阪神、甲子園球場のスコアボード国際的には、ボールストライクの順で読み上げる。読み上げる際には、しばしば英語の数字のみを用いて簡略される。一方、日本や、その影響を受けた、韓国や台湾では長く、 ストライクボールの順に読み上げてきた。1996年にハバナで試合を観戦した伊藤和夫によると9番もこの時点ではストライクを先にコールする方式を採用していた。野球場のスコアボードやテレビによる野球中継の字幕等も下の図のようにサボーの順で表示された。従って単に2から1と書いたり21と読み上げたりした場合、 国際的には2ボール1ストライクと認識されるが、日本や韓国では2ストライク1ボールと認識される場合がある。そのため意味を明確にするために2ボール1ストライクと省略せずに表したり、2バイトから 1S のように B や S の字を付加して表記したりするなどの工夫が求められる。ビソ方式に変更された藤崎大県営野球場のスコアボード日本では、 国際監修に従い、日本高等学校野球連盟が1997年の選抜大会から、球審がボールストライクの順で読み上げるように変更した。大リーグ中継では、以前から B 組織で表示しているが、2008年頃から、オリンピックの野球や、ワールドベースボールクラシック、ソフトボールの中継についても、国際監修に習って B 組織で表示している。 また、日本プロ野球でも2010年からは、球審がボールストライクの順で考慮をすることとした。同年より、大学や、社会人野球もプロ野球に合わせている。これを受け、一部新聞や、J スポーツスタジアム、千葉ロッテマリーンズ球団制作映像、埼玉西部ライオンズ球団制作映像が2010年から、ビソ方式に変更され、NHK や、 民間放送各局も2011年からは、高校や大学などの中継を含めて、ビソ方式に変更された。プロ野球本拠地球場のスコアボードでは、2011年シーズン開始までに、すべての本拠地球場がビソ表記になった。また、地方球場でも、ビソ方式に変更している球場が増えている。ありがとうございます。